はい。これは歌舞伎役者やめられへんわ。ああ、そうだね。隣にいる親友の生田斗真ですね。学生時代からやっぱり高校時代からの仲間の尾上松也が一緒に舞台やろうよ、一緒に歌舞伎やろうよって、いつか一緒に、舞台やりたいねっていう。でしかもそれは歌舞伎で「そうだね」って言ったけど「いや絶対無理だよそんなの」って。あ、すごい。僕とか松也とか全然仕事ないから毎日フルで学校行ってていやいきなりこんな始まるんだと思って。僕らが普段やってるお芝居の進め方とやっぱ歌舞伎の世界のおすすめ方があまりにも違う。挑戦だと思います。このペースだとちょっとどっかでいやいやもちろんなくなっちゃう。セリフも入れられないし、いやもう完全に人生狂わされましたよ歌舞伎に。やっぱり出来上がったものを見たらちょっと感動しましたね。僕の想像をはるかに超えてきましたね。これやれちゃうっていう。いや、ありがとう。いやー、本当にありがとう。いやー、よしよし。本当にありがとう。